写真拡大。全2枚。セリーグ、阪神 3-2、DeNA、5回票、終了コールコールド。近本浩二外野手、25が 0-1 の1回に、球団42年ぶりとなる先頭打者弾返し。新型コロナウイルスの影響で、開幕から無観客試合が続いていたが、この日から甲子園に帰ってきたファンの声援を受けて逆転勝利した。やっぱり虎等の力が必要や。甲子園に帰ってきた声援が波及に乗り移る。雨を切り裂き、打球は虎等の待つスタンドに消えた。球場に響き渡る大歓声。全速力で一塁をかけた近本がふっと速度を緩めた。今季初めて観客を迎えた伊勢で同点の先頭打者弾。井の一番に口にしたのはファンへの感謝だった。打った瞬間は三塁まで行く意識で走っていました。入るとは思わなかったですが、ファンの方の声援が打球を後押ししてくれたと思います。久しぶりの観客が入っての試合だったので、拍手や歓声でとても良い緊張感がありました。梶谷の先頭打者弾で先制された直後の1回だ。大抜きの129キロスプリットをうまくすくい上げた。打球はフェンスをギリギリ越え、バックスクリーン右に飛び込んだ。阪神では実に42年ぶりとなるお返しの先頭打者アーチに4945人の虎等も大興奮。この回一挙3得点で逆転した猛虎打線の口火を切った。この日から新型コロナウイルス感染拡大の影響で制限されてきた球場観戦がようやく解禁。それでも大声を張り上げての応援や鳴り物の使用は禁止されるなど、まだいつもの日常は遠い。そんな中、大雨でも甲子園に詰めかけたファンは勝利を信じて応援バットを叩き、一つ一つのプレーに拍手を送った。今日来てくれたファンの方々に、今日来てよかったなと思ってもらえるようなプレーができてよかった。誰よりもファンを思う背番号5はほっと息を吐いた。練習試合がなかった5月は、近本チャレンジと称して、SNS 上でファンと交流。虎等の投稿にコメントをつけて返信することもあった。2月24日を最後に無観客試合が続いていたが、この日が来ることをずっと待ち望んでいた。137日ぶりに虎等の前でプレー。背中を押してくれる一番の味方に、勝利という最高の結果で応えてみせた。歴史的な一日を終えた矢野監督は、本当に忘れられないですし、思い出に残る衣装かなと思いますと目を細めた。ファンの帰ってきた甲子園、その声援が生み出した近本の一発には、最後の人を知ってのは間違いなくある。ファンに入ってもらえるって、やっぱりすごいことやなってと、絆を強く実感した。チームは連勝を4に伸ばした。まだまだ本拠地甲子園で試合は続く。声援をくれるファンも球場にいる。一戦一戦全力プレーでチーム一丸となって戦っていきたいと思います。
近本が力を込めた。5位、広島とは 0.5 差。最下位からの下克上へ、スタンドと一体となった虎の快進撃が始まった。原田亮太郎。